ウエスト。皆さんこんにちは、西田英吾です。今日は、好きなアウトドアをやっていこうと思うんですけど、はい、今日は一人じゃありません。自己紹介してもらおうか。はい、はい、じゃあ1人目いい、こんにちは、北海道ゴサドレ札幌背番号50番岡村大地です。おお、2人目こんにちは、青木亮太です。おい、ウエスト。どうも、コルク新庄です。はい、お願いします。どうも、丸山拓馬です。はい、知らない人もいるかもしれないですけど、小野伸二です。知ってる。全然知ってるわ。俺が紹介するんだったら、小野伸さん、コルク新庄さん、はい、その他って呼んでしょ。なんかあれですね、あの最初一人でやろうと思ってたんですけど、一人でバーベキューやらせようとしてたの。いいね、ここだけ一人で。あ、本当だ、もう一人でやってる方が、はい、そうそう、始めましなきゃいけないから。今日はあれですか、じゃあコンサドーレアウトドア部みたいな感じですかね。そうですね、酒飲み部みたいな。はい、もう自由に乾杯したくてしょうがない人いるんで。わかりました。それいいね、家でベランダでする人いいね。あ、あの、うんま、コストコの牛タン、このタンうまいよね、めっちゃうまい。アメリカタン。これはこれは新藤さん持ってきてくれた宮崎の地鶏ですね。あ、これだ。これはハラミでかこれはね、静岡にある焼肉南大門で僕の店舗やってる。めっちゃうまい。高校の時の2つへ のキャプテンだったんで、その人がお父さんの後を継いで今でもやってるんですけど、そこのあんこと送ってもらって、味付けは各々自分で。あ、そう、これは僕の味付け。めちゃくちゃうまい。それ家で一人でやるんですか。これ一人で家でやります。ベランダでやっております。やらせていただいて。これ欲しいでしょ。これめっちゃいい。それ、皮すごいね。すごいね。ここから始まる。こんなめんどくさいことやる。でも大事だ、大事だ。折り切りましょう。これ初体験なんだけど、いいね。なんかおもろいね。ほぼ油。音えぐ。食べ物の音じゃないんだけど。あ、隠れウエスト。アロナが隠れウエストやってるんで。最後にあの何回やったかっていう。タレとかあんのこれ。焼肉のタレみたいな。タレねえ。塩早いもんだ、お前。うん、そうなの。もうハイボール行く。行ってみましょうか。大丈夫。お願いします。早いの。ちょっと薄めに作りますよ。ああ、そう、あれだ。あなただ。薄めが薄いのか、濃いのか分からなくなってくる。あ、うまっ。うまいよ。あ、どれがいいですか。最後つ。うん。これ食べます。食べましょう。映ってるちゃんと。あ、ちゃんと見といてください。もう一回あんの。みんなで食べましょう。もう消して全部。早いな。お約束。いいね、もう2回目なの。食べなくなっちゃった。皿で。今さっきの皿もらっていいですか。すみません。食うえって。危ないですね。油。やる。チェンジ。結構ね、おもろい。全然食ってないから。このね、何個と本当に美味しいわ、それ。食べ？次のバーベキューの時もお願いしますよ。バーベキュー言ってなかったから。チェンジさん。あ、やばい。次のバーベキューの時もそれは絶対ですよ。さて、肉いけすぎじゃない？責任感じすぎ。隠れてない。だから、手に来るんやって。やっぱ運とかもさ、それで引き寄せるやつだ。本当にいますよね。だってこの煙ですもんね。さっき風違ったもん。おお、すごい早い。これを大学君の顔に。ペチン。何してんの。何してんの。いや、俺でも止めると思ったよ。今やんない振りじゃん。面白い。俺もやんないと思った。びっくりした。もうコンサートの下克じゃなまってっから気をつけろ。一個チーズいくじゃん。ああ。やったわ。あるあるや。あるあるでした。軟骨軟骨もったいない。笑おう。ほんとすいません、しんさん、せっかく焼いてくれたのに。青木が話しかけるんですよ。大量に落ちた。いや、3つぐらいです。3つぐらい。いや、3つでも。これがコンサドーレ札幌です。結構バレンボですね。バレンボ、みんなワイワイしてるんですよ。仲良すぎじゃん。俺どうする。仲いいよね。誰が…そのまま行く、そのまま行く。で、洗うって、洗うって。ちょっと待って。めんどくさいことするね。そのさ、ここは切っちゃう。だよね。
形がさ、そうっすね。確かに、ちょっと気をつけるよ。これじゃん。ドン。こんな顔こうやそうしたら8、1000円こいつ思わない、思わないですっけ、お前、間違えてもやめるよ。殺人はやんな、米ばっか食ってんじゃねえよ、お前。ケツの角度、これで温めたいんですよ。アヒージョなんだ、いいね。うん、お湯か、お湯なわけねえだろ、お前。あ、オリーブオイル。あのまま、乗っけたの。勘弁してよ。勘弁してよ。知ってる、アヒージョンだよ。どこのやつか分かる。発音いいな。これ、でもどうする、どうだよ、お前。両だと半分にしといて、ニンニクさ、この2分半分ぐらいにしたわけ。だって全部入れないでしょ。全部いく全部いく。これ、いける、これ。どう量的に。いけんじゃない。ニンニク、これでかいか。これでじゃあ一回取っといていいですか。いいんじゃん。でもこのままの方が美味しいんじゃない。いいよ。いいよ。もう返すじゃん。いや、いいじゃん。別に。刻んでも。まあ、これ、まあ、それでも。でも、じゃあニンニクの味をまずさ、香ばしさ出さよ。うん。じゃあね。潰して入れていってもいいじゃん。どっちだよ。おい、そうっすね。新蔵さんのみじん切り。半身じゃないけど、料理といえば新蔵さん。みじん切りじゃないけど、自分の食うもん自分で作るから。これは無理じゃない。大丈夫。俺、ちょいじゃん。ハチ、どうだった？どうだった？ほら、言うだけあるんかい。あるんかい。おしゃれだね。すごい。こじらせめしみたいな。ちょっと待って、これ楽しいの？え、こんな大自然でね、こんな食べて最高っすよ。おでこになんかカスつけながら。いやー、やめようぜ、そんな。西大吾ってどんな人っすか？俺、大吾ってこんな真面目なんだなって思いました。おえ、みんな運転っすか？ってか一人、まあ、一人ゼロ取ってください。まあ、今の新次さんが俺のことを褒めちょっと褒めてくれてたんだけど。あ、そうだ、ごめん。あ、じゃあちょっともう忘れちゃった。いや、真面目。いや、でも俺真面目、なんかね、わかんない。あら、そう、なんかどう、いや、でもすごいね、でも止めるな、止めるな。お前、全然だよ、お前、新次さんに褒めてやるの。ありがとうございます。アースじゃない。略すな。いっぱい出てきましたね、大悟くんのいいところ。終わらすな。大悟のいいところなんかないもんだって。ないんかい。ダメだとこ来ちゃいんちゃうか。いや、でもかっこいいですよ、かっこいい。かっこいい風でしょ。雰囲気、雰囲気イケメンってやつだ。雰囲気をさ、大事にして。雰囲気一番大事やから。住む場所とか、読まないけど本すげーいっぱいあるとか。確かに。9割読んでないですね、あの。いつか、死ぬまでに。美味しいね、このもんじゃ。止めろ、止めろ。初めてさ、コンサート来て、コロナでさ、キャンプ中、あの時練習生だもん。練習生から。練習生。それしてる。で、お前苦労したんだぞ、俺ら。なあ、新さん。でも俺、こんなに真面目にやるんだなって、練習を。なんか色々点検してるから、俺はすぐ驚いたの。まあでもその真面目は俺知ってたから。俺全然そういうの知らなかったから、大悟ってどんな人なんだろうって。クオリティは間違いなく俺、すごいと思ってるけど。そういう練習態度がダメで、俺、減点としてんじゃねえかって、自分の中だったから。あ、そうなんすね。でもそうじゃなかったね。邪魔だったんだ。いや、うまいな、今の落としは。ミシャとかもさ、やっぱ若い選手を札幌で使いたいからさ、そういう意味で、ほら、大悟とか入ってきたときに、もしミシャが使わないってなったとき、あいつはどういう振る舞いをするんだみたいなのずっと気にしてたからさ、それは全然問題ない。マイナスになることはない。絶対チームに必要な選手ね、こういうキャラでさ、後輩からも。それはね、絡みの皮ぶつけられますよ。お前がなんかそんないじられるのないよな、あんまり。いや、そうなんだ。そんなことない。いや、レッツの時もそんななかったし、鹿島の時も。レッツ、まあ1年、あ、でもこれ、まだ外した。レッツはちょっと、あれで、一色のとこだから。あんな普通にやんないでしょ、だって。絡みの皮はやるやつはいない。やんなよって言ったやつ、だって、やんなよって言ったやついるじゃん。はい。いるじゃん。誰かしらいるんだよ、そうやって。多分、そういう指導するやつがいるから、多分ね、一番悪いのこいつだと思うよ。俺言わなかったらやんないっすもんね。そのまま捨てるもんな。でも多分、大悟くんじゃなかったらできてないっす。なんで？キャラ。言って。キャラ。キャラ。
つかめないよ、だって長くいるのに俺もつかめないもんそれはつかめないよ、うん、俺が1年ぐらいなのに、まあ、それつかめるわけないから大吾も多分俺のことつかめてないんじゃないよ、でも、まあ、鹿島で2年、うん、2年、鉄で1年だから結構まあまあまあそうだな、鹿島の時はどうだった、鹿島の時結構長いこといつこいつ いつも飲みに行ったり、最初もご飯女の時じゃないと酒飲まない感じするだからおいおいやめてくれ、そういう話これすダメ、長かったな、コロッケ話してる時全部ピン楽しめなかったら北海道達成するとって生まれなかった、でもこれからっすよ、アットホームだけじゃなくてこれから強くなるんじゃないですか、サポーターの力が必要すだから今声出せない状況って結構違いません、それ絶対そうだけど、うん、でもそれでも